はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ今回はですね、新登場しましたピックアップスカウト、こちらで登場する選手たちが、1月中のレジェマのボーナス付き選手というところになっておりますので、こちらの獲得を目指してチケットスカウトをガンガン引いていくというね回にしたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということで今回はピックアップスカウトに特化してお話ししていきたいと思いますけども、マンチェスターシティ染めの選手が3人新登場というところになっております。トーレス選手、マフレズ選手、そしてジンチェンコ選手というところになっております。まあ、それぞれの選手の能力としましてはですね、やっぱりそれほど、高くなくてですね、総合値は1万飛んでほにゃららぐらいのね、レベルにとどまっております。このね、総合値の、最大値っていうかねを測るにはですね、能力アップのところを見ていただくと分かりやすいかなというふうに思います。これ ABBCABBC っていう形になってるんですけども、まあ一番強い選手だと今 SABBSABB までいるのかなということになりまして、例えばこれが AABBAABB とか、あ、そういう選手もいたりするので、まあそういうのでね、皆さん大体測っていただければというふうに思います。で今回の選手たちね、まずトーレス選手に関しましてはスキルも、特殊なバフがかかるタイプではないというところになっております。マフレズ選手はブレイクドリブルということで、相手のねスタミナをダウンさせるスキルを持っていると、まあこれはスキル要因としては悪くないかなと。まあ、あとは、超回復っていうね、特徴も持ってるので、悪い選手じゃないと思うんですけど、いかんせんやっぱこの総合値ではね、いくら貫突させてもチームには入れづらいかなというところ。で、ジンチェンコ選手も、スキル要因としては、いまいちというところになりますので、今回はチケットから狙う形になりますけども、狙いはマフレズ選手というところになっていきますので、早速チケットスカウト画面に行きましょう。はい、チケットスカウト計画非常に久々というところになっておりまして、12月はですね、ちょっとゴールデンプライズアニバーサリーと重なっていた件もあってですね、ピックアップスカウトじゃなかったんですよね、多分レジマボーナスの選手がね。だから違う形で獲得したので、まあおよそ2ヶ月分、溜まっておりまして、まずは星3以上の確定チケットから引いていきましょう。こちら確率は分かりませんけども、星5が出る可能性もあるよというところになっておりますので、トーレス、マフレズ、ジンチェンコの誰か1人が出た時点でね終了したいと思いますけども、狙いはマフレズという形で50連こちらはガンガンやっていきたいと思います。はい、10連目、うん、この調子でどんどんいきましょう。はい、20連目、まあこんな感じですね。はい、30連目、だんだん減ってきてるな。はい、40連目、まあこんなもんなんですかね、確率。はい、ラスト50連目になります。お見事。はい、続きまして星4以上の選手確定のチケットスカウトを引いていきましょう。こちらは最大60連、これはために貯めましたね。60連あったら出ちゃうんじゃないのって感じもしますけども、まあ、こちらも10連ずつ、6回に分けて60連引いていこうかなというふうに思っております。いきましょう。はい、10連目、まあ、この景色がデフォルトだと思います。はい、20連目、どうぞ。この景色が続くのか。はい、30連目、変わらないな景色が。はい、40連目、やばい。はい、50連目、ドーン、ノーコメント。はい、ラスト60連目です。うわー、こんなに確率低いんだ、星5出なかったですね、ショック。まあまあここまではね、ある意味想定通りというところでもあるんですけど、さすがに星4以上確定チケットから1枚も出ない、星5が出ないとは思わなかったのでショックな部分ありますけども、星5、選手確定チケットめっちゃありますね。35枚ありますので引いていきたいと思います。まあ、しかもワンチャンこのチャールズ選手が出る確率もあるというところですから、いや出たら熱いですよね。まあ、サイドアタックマンチェスター FC 染めやってないけど熱いですよね。さあ提供割合 0.05% でチャールズというところになっております。で、まあ、狙いの選手が出る確率はまあ1人につき 4% だから、およそ 12% で今回のマンチェスター氏の3人が出るよというところになっておりますので、まあここは1枚ずつ編集大変だけど見ていきましょう。どうぞ。はい、1枚目ですね、お願いします。いやー絶対違う、絶対違うけど毎回星5が出るっていうのは嬉しいですね。はい、ムヒタリアン、違いました。はい、行きましょう、2枚目。
赤のガッツマン絶対違うね。赤くないし、マンチーはフィル・ジョーンズ、マンチェスターユナイテッド染めですね。はい、3枚目です。どうぞ。テクニカルシュート確率はあるのか。さあ来い。カルロス・バッカ、バッカめっちゃ持ってるな。はい、4枚目いきましょう。ドン。うわー、ポストイットなし。誰が出るかお願いします。来い。ジェズス、残念。あ、ちょっと後で解説しようと思ってたんですけど、ジェズスは残念じゃなかったですね。これがですね、今回チケットから登場する星5選手がちょっとリセットというか、まあ、少しだけ内容が変わってるんですけども、ジェズス選手はですね、デモリッシュタックル持ちということで、スキル要員としてはかなり優秀なんですね。はい、内容一覧のとこを見ますと、今回このようにですね、特殊なバフがかかるタイプの選手っていうのがその他2名おりまして、これちゃんと調べたんですよ。はい、まずはペドロ選手ですね。こちらのペドロ選手がチェインフィードということで、一定時間パスが特大アップし、自チーム選手全員のトラップが特大アップするという能力を持っております。はい、あと最後ですね、こちらさっき僕自身もこちら引きましたね、ムヒタリアン選手もセバードリブルということで、一定時間ドリブルが大アップし、相手ディフェンス選手全員のタックルとパワーが大ダウンというのを持っております。この3人だけなんですよね。ムヒタリアン、ペドロ、そしてさっきのジェズスと、この3人だけになっておりますので、まあ、この3人が出たら皆さん決して外れと思わずにですね、即売却ではなくて、50、レベル50までというかね、限界突破2回まで、限界突破じゃないな、ごめんなさい、覚醒を2回までやっていただいて、レベル3のですね、スキル用意にしていただくのがおすすめというふうになります。はい、では改めまして5枚目に行きましょう。セレステスじゃないよね。ノリート、残念。はい、6枚目いきましょう。あ、これは違うな。オスピナかな、コロンビアだから。はい、ありがとうございます。はい、7枚目いきましょう。ドン。あ、絶対違う、赤の門番だもんね。赤じゃないな、マティッチ。あ、まあマティッチ嬉しいですけどね。はい、8枚目いきましょう。あ、来ましたね。ちょっとバインダーの 色が星5確定じゃないけど、これは来ましたね。あー、来たんじゃないですか、マフレズが。ありがとうございます。8枚目でクリアしました。よかったー。はい、記者会見。ありがとうございます。これでレジェマボーナス選手ということですね。オッケーオッケー。21、22シーズン、マフレズ選手獲得となりました。オッケー。まあ、能力は先ほど見ましたけども、このブレイクドリブル、ね、最終的にはスキル要因になるし、1月中は、レジェマボーナス要因というところですから、獲得8枚でできました。悪くなかったと思います。OK! はい、最後にですね、前回の動画でも説明させていただきましたけども、今週はですね、まあ、今週やってきたイベントをあまり気にしない方に関してはですね、ワールドツアーをまだまだやるのがおすすめだよってお話をさせていただいた中で、金アクセサリーの、再録がされてるよというお話をさせていただきました。で、その中でもこちらね、ベリーハード1の3の2ですね、のこちらロスギャラクティコスのセットですね。こちらが、まあ、センターフォワード特化になっておりまして、まあ、非常にいいですよ。かなり初期で登場したものになっておりますので、その時まだ金アクセサリーのね、重要性に気づいてなかったよ、もしくはまだその時は杯やってなかったよという方はですね、まあ左ミッドフィルダーの今回のメインとなっているね、ステージ8で出てくる、金アクセサリーよりもこちらをね、重点的に狙ってもいいんじゃないですかなんてお話をさせていただきまして、僕自身前回の動画を撮影させてもらってからまだ2日しか経ってないんですけども、まあ、無理せずね、ワールドスターワールドスターじゃないごめんなさいワールドツアーを周回してるんですけども、すでにユーティリティ3枚、上下にあるのが初期の段階で獲得したものですね。まあ、これが一応、改良回数5回までなっているものですけども、上にあるセンターフォワード限定のものが今回のロスギャラクティコス系なんですけども、すでに3、ユーティリティ3枚、上半身4枚、そして下半身においては9枚と、手に入れておりますので、まあ、やっぱりセンターフォワードにこう、ね、シュートが D、B、B とか、こんだけ上がってくれたら、
めちゃめちゃありがたいところになりますし、コンボ効果もね、ロスギャラクティコスを3つ並べるとドリブルが中アップするなんていうね能力もついておりますので、改めましてこちらをねおすすめさせていただいて、今回の動画の締めにしたいと思います。はい、ということで今回の内容は以上になります。動画の内容良かったよって方ですね、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。次回の更新でですね、本当の本当に、今回のガチャのね全容がわかるかなと、年末年始ガチャの取りというところになると思います。更新があるのかないのかも含めてまたお話、その時にしたいと思いますので、ぜひ次回以降の動画もですねご視聴ください。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。